今から栗田神社という神社、あわたか栗田か分からないですけど、ちょっとそこを目指します。で、佐川はですね、白城に帰りました。で、なぜそこに行くかというと、自転車をお守りというものが売ってるそうなので、ぜひそれを買いたいなと思っています。さっきのラーメンでちょっとだいぶ多かったからお腹がやばい。ここが、32号線をずっと北上していきます。で、多分鴨川と並行して今ずっと進んでると思うので、鴨川とぶち当たったぐらいで右に曲がるかなと思ってます。今中心地にやってきましたね。はい、この辺をちょっとロードバイク来るのは初めてです。これで、河原町三条っていう交差点でですね、右に曲がりたいと思います。河原町三条を、右に右折しました。で、このまま真っすぐ行くと、鴨川を渡ることになります。鴨川を渡ってしばらく行くと、その、神社があるということです。はい、鴨川ですね。あー、綺麗、すごい綺麗。昨日雨降ったにもかかわらず川穏やかです。この辺が京阪の三条駅のあたりですね。あ、ちょっと車通りが少なくなってますね。ここを右に曲がると、祇園とかそっちの方になります。あ、まだもうちょい行くんか。三条神道口というところの、交差点を曲がって、おそらくこっちじゃないかな、違うのかな。急に人気がなくなった。ちょっとね、めっちゃトイレに行きたい。ここかな、この辺だと思うんですけど、ここちゃうの、ここかな。はい、着きました。粟田神社って言うらしいですね。はい、ここが入り口になってます。じゃあ早速、自転車お守り見に行ってみましょう。こちら境内です。ね、すごい。まだやっぱセミが、9月のまだ初めなんで、セミが鳴いてます。結構人は少ないですけど、いいですね、静かで。宝物殿がありますね。ご神徳そのものみことがご祭神のため厄除け、病除け、また都の東の出入り口である三田口に墓地にされており、旅立ち主義の神様としても広く言われていると。なるほど、これは何だ、何か汚れてるけど、いっぱいいたらどういうことなの。こんな感じで写真しようかな。よしと、じゃあ僕も撮影して帰りたいと思います。はい、ちゃんと参拝作法まで書いてくれてありがとうございます。はい、着きました。これが自転車お守り。で、今回は、黒と赤を買いました。他にもいろいろお守りを置いてるみたいです。これが1個700円ということで購入しました。この神社ですけれども、なんかこの辺はあの昔から刀鍛冶の人が多いらしくてですね、なんかさっき、このこれを買った時にですね、なんか後ろ結構アニメのキャラクターがいっぱい出てたんで、なんでなんですかって聞くと、やっぱりそういう刀鍛冶が多かったから、刀にちなんだ、キャラクターを置いてて、で、まあ、アニメ好きの方も結構ここに参拝に来られるということらしいです。はい、
今日は、子供の分と高の分と何故か買わされたんですけど4つ買いました、はい、でまあ2800円ですね4つで、はい、でこのままをつけて今後走ってみたいと思います。はい、じゃあ、早速ですねこの粟田神社で買ってですね、このお守りを自転車にロードバイクにつけてみたいと思います。さあどこにつけるのがいいんだろう。この幅しかないのでここにつけるかどうかってところですね。ちょっとこっちにつけるのかここにつけるのかちょっと考えます。はい、ここにねギリギリつきましたね。これ見てください、ピタッとここでねこうボタンをそこポトッと取れるようになってるんです。だからこれをちょっと待ってね、ぴったりです。うん、いいですね。このタカとか家族にも持って帰りたいと思います。粟田神社でした。はい、さよなら。おお、すごい立派な馬の像があります。